厳しい、戦いでしたけど、まあ、最後まで、ピッチに立っている選手が足を止めずに、プレーした結果、勝てたと思います。まあ、ゴール前でもらったら、今日はもう積極的に打っていこうっていうふうに、試合に入る前から、決めていたので、まあ、俊君が、パスをくれて、もうもらった瞬間シュートしか考えてなくて、まあ、いいコースに飛んでくれたなと思います。まあ、結構長い間聞いていたんですけど、まあ、自分が温度を取ったら結構難しいなっていうふうに思ったので、またあの場で、自分が歌えるように、頑張りたいなと思います。目の前の大宮戦に向けてまたしっかり、チームとして準備して、価値を届けられるように頑張りたいと思います。今日は新潟に比べてボール持てる時間も長かったですし、何より攻撃のクオリティと最後のシュートまで行くっていうのがうまく味方と噛み合って、いい攻撃がたくさんできた中で点も取れたので、まあ、試合の全体的な流れは良かったかなと思います。今日は比較的に都市と近いポジションで連携取れたので、あえてシュートのシーンまで行きましたし、全員がこうボール受けるっていう強い気持ちが出た結果、自分たちのボール持ててシュートもたくさん打てれたので良かったと思います。残り9試合で、なかなか勝ち点取れる、数も回ってきますし、まあ、ここからこの勢いに乗ってどんどん勝っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。まあ、前半からまあ高い強度でプレーできていたし、まあ、その前半終わる時間帯にまあ1点決めれて、まあ、後半もやっぱ集中力切らさずにゼロで抑えられたことが良かったです。まあ、思ったより体が動けていたので良かったですし、ここ2試合勝ててなかったので、まあ、なんとか自分が出て勝ちにつなげたいという意欲というか、まあ、そういうのがあったので、まあ、それを勝利につなげれて良かったです。唯一 の、 そのサポーターと一緒に分かち合えるその瞬間なので、まあ、それをやっぱりしっかり球をロスできたことが良かったですし、まあ、これをしっかり残りホームであと6試合ぐらいなんで、それを全部カモンロスできるように、頑張っていきたいと思います。まあ、次もしっかり、勝ちにつなげれるようにまた1週間頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。